はい、こんにちは。整体院浅井院長の浅井です。本日は、こういったチラシですね。整体院のチラシ。これは昨日配ったチラシなんですが、今日はまた違うチラシを配らせてきました。場所は岡崎市の厚生町にあります。厚生町の、そうですね、美容院とか、証券会社さんとか、本当にお店さんにいろいろ顔を出させて、こういったチラシを置かせてくださいというふうに回っておりました。で、ある一軒の美容院の、素敵な方に出会えて、その方と話をさせていただきました。その方は曰く、私の格好を見て、あなたは、ちょっと努力が足りないというふうに一言で言われました。それはどういうことかというと、私の体型ですね、体を見て、そんなになんか頑張ってきているような体をされてないというふうな、そういう多分見方をされたと思うんですけども、すごくツボにはまって、もうすごいなこの方は。で、その方に言われたのがもう一つは、ビジネスというか、その自分のお店を作ってやって成功していくためには、必ず絶対必要なスキルとしては、自分でまずお金を稼いで、それで苦労した人じゃないと、やっぱりその後お店をオープンしたとしても、努力をした人、努力をしなかった人、お金を自分で稼いできた人、そうじゃなくて簡単にお店をオープンできた人、この人がですね、両方で用意どんでお店をオープンした場合に、やがてこういうふうにですね、差ができて、こちらは潰れていくっていう、こういうことがよくあるというふうな話を今日聞きました。で、ここでですね、なぜこういうことが起きるのかというと、ここにですね、こちらのお店というのはすごく勉強されていて、例えば美容院であろうが整体であろうが、どんな業者の勉強でもいいんですが、勉強をしたことが、例えば一つの分野、二つの分野、一つの分野、整体なら整体だけとか、美容院なら美容院だけっていう、技術とかそういったことを勉強したこと、勉強していればいいんじゃなくて、そこからさらに枝葉が分かれて、ぼわっといろんな分野に目を向けて勉強して、で、自分なりの、なんて言うんでしょうね、輝きを持っている人間というか、いろんなことに対応できて、その何でも対応できるだけの内容を持っている人間が最終的には残る、お店とか潰れないでですね、存続して最終的に生きていくことができる、そういう人間になれるという話を聞きました。で、そこで、一番重要、また気をつけなきゃいけなくなってくるのは、常に、自分に厳しく、自分に負けないように、常に自分に厳しく、自分の、やってることに、どんどん良くしていくっていうことをしていくっていうことを、積み重ねをしていくことが大事だというふうに、その病院の、あるおばあさんじゃない、お姉さんから教えていただいた内容なんですけども、すごく心に刺さって、今現在私が今日やろうなと思ってた、最近今ちょっとやろうと思ったのが、この動画を毎回撮って、別に整体のことだろうが、傾向のことだろうが、じゃなくてメンタルなところですね。頭で考えて、それを情報を、言葉にして配信していくということですね。これをどんどんやっていきたいと思いますので、もちろん整体にしても、例えばですね、何かお店さんやられている方、私のように個人店で、何か整体院じゃなくてもブログ、美容院でも、何か個人で何かお店をやって、自分の持っている知識や情報を世の中に提供していくことで、身のより多くの人に自分の発信している内容を知っていただいて、それがで響いた方が、また何かお客さんになっていただけたりとかっていうような、そういった情報をですね、私好きですごく集客方法で勉強している内容なんですけども、これ見ている方、どれだけの方に役に立つ情報か分かりませんが、そういった内容もですね、どんどんバンバン出していきたいと思いますので、また見てください。はい。では、今日の一つ目の動画はこれで終わりにしたいと思います。整体院浅井院長の浅井の、今日は内容は、今日出会った、岡崎市の整体、厚生町で出会った一人の美容院のおばあさんと、話して、私が心に感じたことをですね、アウトプットしました。これやらなきゃいけないなと思わせていただいたのも、そのおばあさん出会いがきっかけだったので、営業行って人のいろんな人と出会って、知らない人と話して、なんですね、どんな話で盛り上がっていく。大体はですね、人と会えば、
挨拶程度で終わりなんですけども、中にはいろいろ話しかけていただいて、そこから話が盛り上がって発展してですね、なんか学びとかがあったりする場合も結構あるので、まあ、そういったものはですね大事にしていきたいなとは思ってますので、まあ、岡崎市、よくいろいろですね、私も今回いろいろチラシを配っていくと、こんなところにこんな店あったんだとか、こんな店もっとなんか面白い、こんなまだこの店あったのかとか、こんな新しいのがあって、結構潰れてる店も結構あったりとかで、ちゃんと流行ってて儲かってる店っていうかですね、ちゃんと存続してる店っていうのはなぜそんなずっと存続できているのかなとかっていうことを考えながら一応回ったりしてるんですけども、まあ、それでいいなと思ったところはですね、私も取り入れてですね、何かそうですね、こうやって還元できてきたらなと思っておりますので、はい、今日は長くなりましたが最後までご覧いただきありがとうございました。では失礼いたします。